縄も最終日、こちらが白山メガネですね。白山メガネね。また沖縄に来たい夢。いいじゃん。沖縄から帰ってきまして池袋です。今日はここで、寺井さんの紹介で何かがあるっていうことで、まあ、池袋なんでね、もうほんと自転車で5分ぐらいの飛ばしてきました。なんだろう、全然概要分かってないんですけど来ました。じゃあ一応これエベレスト信託と言いまして、エベレスト信じて託すのみなんですね。はい、得点は全くないんですよ。下界のですね、ベースキャンプでちょっと美味しいワインがあったらそのワイン代に消えるかもしれないですけど大丈夫ですかね。大丈夫ですよ。いいですよ、500円ぐらいもういいですよ。本当ですか、ありがとうございます。じゃあ何か、はい、一言だけ、どうすればいいの。いや、何でもいいです。本心でちょっと怪しいやつ来てちょっとうざいなみたいなのでもいいし、もう何でも大丈夫です。よくわかんないけどお金をあげます。頑張ってください。ありがとうございます。なんかこう一言いただいてるんですね。お飾りに持つので。あ、はい。じゃあ熱いのと一票ぐらいな感じ。あ、そうです。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。なんでどうやってチェックするの。これね、チェックできないんです。後で。もう本当なんか無理やりだった的なのでもいいですし、何でも。頂上で、手を振ってください。わかりました。エベレストです。ありがとうございます。今日は低酸素マスクなし。まあ、なしでいくとどのぐらいな感じになるのかをちょっと試しにやってみます。低酸素マスクつけてないと全然楽。息も上がらないし、スピードも2倍だな。つけた方がいいかな。